ベルテックス静岡は、静岡県静岡市をホームタウンとして、B3 リーグに所属している、プロバスケットボールチームである。2019年秋に B リーグ参入を目指し発足。2018年に、岡山県岡山市をホームタウンとする、トライフープ岡山と佐賀県佐賀市をホームタウンとする佐賀、バルーナーズと共に、B リーグの下部組織である、B3 リーグへの準加盟が認められた。 2019年10月15日には B リーグ準加盟が承認された。一般公募により応募総数298件の中から決まった。英語の頂点、頂上を意味するバーテックスをもじったベルテックス5つ目の E は逆向き。日本一を目指す。意味合いから静岡に立地する最高峰日本一の富士山とバスケットボール用語で、 ボールがリングに触れることなくネットだけを通過するゴールスウィッシュの瞬間であるゴールネットの躍動感を切り取った模様を掛け合わせたロゴである静岡県及び静岡市をホームタウンとしホームアリーナは静岡市中央体育館であるチームカラーはオレンジとネイビーチーム名には月のように美しく輝きながらアリーナの熱狂をチームと共に届けていく思いが 込められている。2018年に運営会社である株式会社ベルテックススポーツエンタープライズを設立。2019から20シーズンから B リーグ及び B3 リーグの参加となる地域リーグに参戦した。同年6月にはサンエンレオフェニックスで活躍した大石慎之助の加入が決まった。入団会見で大石は5年以内に B1 参入と静岡のバスケットボールを盛り上げるために大きな覚悟を持って帰ってきた。地元に愛されるチームを作っていきたいと決意を語った。同年9月12日の B3 リーグ理事会で準加盟が承認された。2018年11月末が申請期限となる2019から20シーズンの B3 リーグ公式試合参加資格の申請後、理事会にて審議が行われ、 2019年5月末までに参加資格の審査結果が出される。静岡県内初のプロバスケットボールチームでもある。愛知県豊橋市をホームタウンとする3園、ネオフェニックスが浜松市を準ホームタウンとしているが浜松市における試合開催は2割程度であるため、2019年には静岡県において単独でのホームタウン、冠無となる、県内初となる。 プロバスケットチームが誕生する。2019年3月6日のーリーグ理事会で B3 リーグ公式試合参加資格に合格。同時にチーム名をベルテックス静岡からベルテックス静岡に変更。4月11日、ーリーグ理事会で2019から20シーズンからの B3 リーグ入会が承認された。4月17日、 静岡市役所記者クラブにおいてヘッドコーチに B リーグ最年少 HC となる後藤翔太の就任を発表5月19日静岡県立大学短期大学部体育館において2019から20シーズン選手選考トライアウトを開催全国より70名が参加2019から20シーズン同年9月14日の開幕戦 三入後初の公式試合となった、愛心オータムウィンターアレイオンズ安城戦、ゲーム1は、静岡71追愛心オータムウィンター79で敗戦、ゲーム2で静岡70追愛心オータムウィンター60で勝利。観客動員は、9月14日には1574人、15日には1542人の合計3116人を記録し、静岡県における、 バスケットボールの歴史的1ページを飾った。10月15日、B リーグ準加盟の申請をし、承認された。2020年3月3日、清水エスパルス前、代表取締役左、友野修雄のエグゼクティブスーパーアバイザー就任が、発表された。ご藤翔太らシードハザードファクンドミューラー。ありがとうございます。